と強くののの誰かにはの夜には夜よる日本の短編小説君の水蔵を食べたいの後日誕を描いた小説である。2018年9月1日に公開された劇場アニメーション版君の水蔵を食べたいの来場者特典として配布された非売品冊子に掲載されている作品である。2020年1月現在同作品を収録している市販本はないが、 住野は2018年9月2日のツイッター上で、いつか何らかの形で本に収録したいと語っている。自分の平凡さが嫌いな、冬美は日々を飽き飽きと生きているため、何もない人生は退屈だ。退屈なままの人生であれば劇的に死んだ方がまだ、良さ、そうと発言し、父と喧嘩をする。その夜、歯磨きをしようと洗面所に降りると、父が若い女性と電話をしていて、 会う約束をして、電話を切るところを目撃する。父の浮気を疑った冬美は、幼馴染のアンズと共に、父と女性が待ち合わせをしている場所で張り込む。父との待ち合わせには、若い女性が現れた。冬、美とアンズは、父と女性を尾行した。女性の若さから冬美は、父の隠し子かもと考える。父と女性は墓地に向かった。墓地で女性が、 娘なら自分の人生にいたかけがえのない人のことを知りたいと思う、娘に話した方が良いと話す声が聞こえた。それに対する父の回答は風で聞こえなかった。そのため、冬美は墓地で父と会う。正体不明不倫相手候補隠し後疑惑ガールは山内美香という名前で、高校時代に父が特別な時間を過ごし、今でも大事に思っている人の命だと分かった。 そして、父から今でも大事に思っている人、山内桜良の話を聞く。平凡極まりないと思っていた父の人生は、山内桜良との出会いにより父が自分を認めて、生きようと決意し、自分のやりたいもの、大切なものとして選んできたものと知った。翌日、冬美は安全に幸せになると思って生きると宣言する。 幸せになろうと思って生きていけば、つまらないものはないのではないか。ぼんやりではあるけれど、そんなものなのかなと感じたからだった。ありがとうございます。